그럼 근데 I am コランダーオールドジェネレーション、どうもコランダ TV のポチモです。はい、ということでだいぶ遅れてしまってちょっとすいません。強制の話を今日はしたいと思います。ですね、まあ、ちょっと時間がなくて、いやちょっと嘘っすね、それはちょっと撮る気がなくて撮ってなかったんですけど、ちょっとさすがに撮ろうと思って何日か調べたらたまたま今日400日でした。矯正を始めて、もう400日1年以上経ってるということで、今の状況を話していきたいと思います。まずあのマウスピース、現在おそらく48個目です。もうちょい多い可能性もちょっとあるんですけど、さっき数えたら多分48個目を今つけてるんですけど、まあ今の僕の歯の状況なんですけど、ほぼ自分では揃ってると思うんです。8ヶ月ぐらいでもう正直納得いくぐらい揃ったんですけど、でもまあ予定では2年半から3年なんで、これからどうするんでしょうかね。まだマウスピースはずっともらってるんですけど、何をするんでしょう、これから。まだ1年ちょっとしか経ってないですけど。まあ先生からは順調って言われてるんで、多分、まあ、長くても2年半で終わるんじゃないですかね。長くて3年って言われてるんですけど、わからないですけど、ほぼ違和感もないですし、ゴムつけてたじゃないですか、前。それももう、積むごとにだんだん小さいゴムになっていくんですけど、僕、つけれなかったんですよ。すごいとこについてたんで、どうしても自分でつけることができなかったんで、もうつけにくってもいいよって言われて、やってるんですけど、まあそれでも全然順調に進んでるんで、まあゴムは、まああればいいと思いますけど、まあこんだけ綺麗に揃ってるんで、全然大丈夫なってもいいんかなって思いましたね。かなり順調です。それだけです。以上です。まあ、次の動画いつになるかわからないですけど、多分もう終わりに1回撮るぐらいかもしれないですけど、今の僕の状態はもう全然揃ったと思ってるぐらい綺麗なんで、まあ多分このまま順調にいってすぐ終わりたいと思うんで、終わってガムをちょっと食べたいんで頑張りたいと思います。はい、それではバイバイ。